ラカージュフォール主演のお二人をご紹介いたします。ジョルジュ役の香田健さん、アルバン役の市村正寛さんです。えー、我々が、えー、夫婦になりまして <laughs> 10年経ちました。この作品自体30年前からある作品なんですけれども、えー、ここ最近やってましても何と言いますか古さは全く感じないと言いますか、そのまあ家族ファミリー というもものをテーマにした、えー、普遍的なテーマを持った本当に楽しいそして感動的なミュージカルです、えー、ぜひあの多くの方にご覧いただきたいと思いますまあ十年たけしと十年前にラカ、えージをやるときにですね、えー、香川たけしと夫婦でラカ、えージやりたいなっていうことをお願いしましたら、えー、うまくそう通りまして、えー、あれからもう十年あっという間の十年ですけども、えー、やっぱりいい なんのを得たなっていうふうにしみじみ思っております。こんな髭を生えた私でもあのジャケにしないで末永く可愛がっていただけたら嬉しいと思っております。<laughs> 皆さんありがとうございました。あの家族愛というまあ普遍的なテーマを根底にしたミュージカルですし、えー、それもコメディミュージカルです。えー、でもただその面白いというだけではなく。 あのその中にある感動といいますか、えーね、お客様の中には最後に涙を流して帰られるお客様もいらっしゃいますあのそういう意味で非常によくあのできたミュージカルですのであのこれだけ続いているんだと思うんですけれどもこのミュージカルだけですかねあの僕はあの初日から千秋楽まで毎回スタンディングっていうのは、うん、そうねね<え>、うん、また今日も立ってくれたまた立ってくれたって言うんで本当にあのやっぱり。 皆さんに愛されている作品なんだなで見てるお客様がなんかお芝居ミュージカルを見てるというよりもなんかそんなに完全に入っちゃう入り込めるような作品っていうのもなかなか少ないんだな,なと思ってまあそういうラジでまたあ来年3月に皆さんとともにこの劇場でこう生きることができることは大変ありがたいと思っておりますそうですねもう45年経つんですけれども。 あのー、劇団にいた頃はまさか夫婦をやるとは思っていませんでしたし <laughs> またこの,このミュージカルが始まった頃には、えーまあ、10年もやるとは思ってもいませんでしたし、あのー、毎回毎回その新鮮な舞台をお届けできるというその嬉しさででいいっぱいですやはりこの初演の時から作っているこの我々が今やっているスタイルというのがなんか一番こう ほっとする感じで変にこう。木を照らってなくて、なんか本当にこの作品の中身を本当に一番。いい状態でこう。お客様に届くこと届けることができる。演出になってるな。ってしみじみ思ってます。こうやってえ共にえミュージカルでスタートした。2人があれが45年経ってまだこう。舞台の上に。 第一線でやれてるってことが非常に嬉しいし、少しでも長くねこのラカージュを上演できるようなあの。我々が体のを鍛えていこうということは常に話しておりますので、今日はどうもありがとうございました。来年3月目指してしっかり稽古を積んでより一層。 充実した舞台にしたいと思っております。本当にこのラカヨオ4という作品は大好きな作品で、えー、本当に幸せになります。またこの作品をカンパニーのみんなと一緒に日生劇場で上演できることを大変幸せに思っています。どうぞ劇場でお会いしましょう。ありがとうございました。